ローストポークの調理例。ソースにビールを用いたバイエルンスタイルのもの。ザワークラウトとセマルンナデルンが添えられたもの。ローストポークは豚肉の塊肉にオーブン等で火を通した料理。ドイツ南部オーストリアスイスの伝統料理である。常に内部に赤みが残るよう仕上げられるローストビーフとは異なり、中心まで完全に火を通して提供される場合もある。 また、バリエーションとして、皮をパリパリの状態に焼き上げるものもある。典型的には、豚のネック、肩、ロース、桃等の部位の肉で作る。豚肉は、牛肉よりも、水分含量が多く肉質が緻密でないため、火の通りが早く加熱時の変化が急激である。したがって、塊肉を適切な状態で仕上げるためには緩やかに、加熱する必要がある。 オーブンでのローストに先立っては、フライパンなどで表面を焼き固めて、肉汁を閉じ込める。香辛料としては、キャラウェイ、コリアンダー、マジョラム、ニンニクなどを使う。ロースト時にはよく人参、セロリ、ルートパセリ、玉ねぎなどの香味野菜が添えられる。ありがとうございます。